巨人中川博史2ヶ月半ぶり、大勢1ヶ月半ぶり1軍合流。巨人の中川博史太投手と大勢投手が30日広島戦から1軍に合流することが29日、分かった。中川は左膝痛で4月14日に出場選手登録を抹消されて以来2ヶ月半ぶり、大勢は右肩違和感で5月4日に登録抹消されて以来1ヶ月半ぶりの1軍。また、畑芳雄投手も今季初めて1軍に合流する。中川大勢畑1軍か。7月とか言ってたの見たけど慌てたか。来週からかと思ってたがもう上げるんだな。旗おめ。誰が落ちるかな。結局中川、大勢、ついでに旗まで合流かい。早くても次のカードかと思ったら。畑先発で使えばよかったのに堀田とかより通用したやろ。中継ぎもったいない。旗、もともとは先発起用だったんだよな。長いイニング投げると突発子宮炎症病でリリーフ転向させられた。畑と大勢はいいけど、中川はまだ2軍で調整を続けた方が良さそうに見えたが。畑も今さらロング要員やっても仕方ないしな。平内さんいるから人材も足りてるし。中川大勢畑の代わりに誰落とすの。畑も今村同様これが最終試験かもな。もしここでダメならトレード決定的かも。大勢は広島苦手だろ。投げやすいところから復帰させてやればいいのに。阿部が焦ってるな。割と真面目に西立てじゃないか？落ちるの。ご視聴ありがとうございました。